イタリア一部のサンプドリアは、DF、吉田麻也との約延長を検討しているようだ。トゥットスポットが7日に伝えた。今シーズンの欧州サッカー、ダゾーンで、いつでもどこでも簡単視聴。1ヶ月無料を見実施中、吉田は、現行契約が2021年6月までとなってる。1月になれば他クラブとの交渉を始めるこが可能なため、サンプドリアが話し合いを進むるものと考えられる。吉田について同氏は、官のクラウディオ・ラニエリが最も気に入る選手の一人であり、当然契約延長に動く、見ている。ただし、サンプドリアが目指しているのは、現在の年俸150万ユーロ。約1億9000万円よりも安金額での契約延長だという。吉田は第10節まで両下、今季のセリエ A で8試合に出場。うち6試合フル出場と指揮官の信頼は厚い。ただ、サンプリアにとって32歳という年齢は気になるとこかもしれない。両。